はい、第11回これがたひろくりのブルースギターセミナー、ありがとうございます。いつも見ていただいて、今回は、今までやってきた、Am7 ペンタトニックスケールをやはり使ってですね、これはもう基本ですからね、それにフラット5の音を入れて、それを軽感音にして動いたり、スラーを入れたりチョーキングしたりして、ちょっと自由に弾いてみたいと思います。ではどうぞ。はい、いかがでしたか。フラット5の音が軽感音で入ると、すごくブルースっぽくなるのでね、それをうまく使っていっていただければと思います。それとビブラートも、ね、端々でかけてますので、そういうところも注目していただければと思います。
メールでは、また